はい、どうも、くまさんです。今日のニュースはこれ。はい、私ですね、昨日の動画で、今日からですね、間違いなくですね、高市さんに対するですね、とんでもねえ誹謗中傷、この選挙の妨害活動がですね、きっとマスコミの中で始まりますよとか僕言っていたじゃないですかね、芸能人なんかを使ってですね、多分、姑息のですね、もう高市さんのですね、論陣が完璧だからね、高市さんがもうディスカッション強すぎてですね、マスコミがどれだけ突っ込もうかですね、もう全く崩れないんですよ。うん。だからマスコミはですね、きっとね、おかしな手を使ってですね、この高市陣営を崩しに来るぞとか僕昨日言っていたんですけれども、そのね、その言っていた僕の想像ですね、斜め上を行きましたね、マスコミさん。まさかこういう形でですね、妨害してくるとは俺も想像もしなかったわ。うん。ということですね、もう私の想像をも超えるですね、このマスコミのですね、高市いじめ、高市差別がですね、えげつないことになっているというお話とですね、と同時にですね、なんと高市さんにですね、とんでもねえ支援者が現れました。とんでもねえ支援者が現れました。はい。もう下手すると安倍総理をも超えるですね、とんでもねえ支援者が現れました。その名はですね、西尾幹事でございますというニュースでございます。で、西尾幹事さんに関してはですね、とてもじゃないけど一言で説明できるような方ではございません。ございませんから、こちら後に回していきたいと思うんだけど、これね、まずはですね、おい、マスコミ、お前らはやり方がえげつなすぎる。卑怯すぎる。国民の目が注目をしているですね、この日本記者クラブ、今日の午後1くらいからですね、やっていましたよね。自民党総裁選でこの立候補しているですね、この4人の人間がですね、それぞれのですね、意見を戦わせるというですね、この、大手のマスコミが主催をする日本記者クラブのですね、この討論会あったじゃないですか。ここでですね、もう、ほんとね、もうちょっと腰を抜かすくらいのですね、高市差別があったんですよ。あったんですよ。よくまあこんな国民の目がですね光りまくっているこの状況でですね、こんななりふり構わずですね、この高市早苗をですね落とし込めるようなことようやってくるわ。もうビビったわ。これほんとびっくりしたね。これね、門田隆昌さんなんかも腰を抜かしてですね、これね、代表質問者の朝日新聞のですね、坪井譲氏と毎日のですね佐藤千夜子でいいのか、氏はですね、中国韓国憲法というですね重要問題で、これあと天皇の問題もあったと思うんですけれども。重要問題で、河野太郎氏と岸田文雄氏だけに質問をして、高市早苗氏には発言をさせないというですね、手法を用いました。はい。個人の思想信条で、特定候補者が不利にされた前代未聞の出来事ですと。はい。総裁選の歴史に刻まれた大不祥事で、これ当然ですね、次のこの記者クラブの討論会はこれも白紙でございましょうなというですね、もうこれもう怒り心頭のですね、ツイートをしておられます。僕もですね、この討論会ですね、リアルタイムで見ていたんですよ。したらですね、何が起こったかというとですね、この討論会っていうのは2時間だったんですよ、2時間ね。それで2時間のうちの後半の20分、高市早苗に一言も発言させなかったんです。誰も高市早苗に質問をせずにですね、この岸田とですね、河野にだけ質問を集中してですね、これマスコミが作り上げたかったこの形を作り上げたんですよ。要するに、今回のこの自民党総裁選というのはですね、高市は関係なくてですね、この岸田と河野の戦いだよと。だから国民の皆さん、岸田と河野だけを見ていてねっていうことをですね、そういう状況を作り出すためにですね、高市さんに対してですね、20分間一切質問せず、20分間高市さん一切一言も喋れなかったんだよ。こんなことある？もう俺露骨すぎてさ、俺もうツイートびっくりした。俺もう怒りのツイートしちゃったもん。お前ふざけるなと。なんだこれはと。ほんとね、もう高井さんに対する攻撃がひどくなってくることはみんな予想していたけれども、これみんなの想像の上を行ったよ。斜め上を行きましたよ、これ間違いなく。はい、もうほんとね、これでもこれでね。高市陣営もこれ怒り心頭で、これね、記者クラブ及びですね、これ自民党の今回ね、記者クラブと同時に、自民党の広報部がですね、これ運営していたはずなんだよ。だからですね、自民党の広報部にもですね、しっかりしろと、公平に時間をですね、使うなんていうのはもう大前提中の大前提じゃないかと。なんでそれすらできてないんだと。ふざけるなということで、これ強い是正を求めているということなんですよ。で、俺言いたいのはね、これね、しかもね、この記者クラブの人間が、このね、河野さんとですね、岸田さんに対してだけ質問を集中させたその言い訳をしてるんですよ。その言い訳がですね、これね、河野さんとですね、高市さんとですね、野田さんっていうのはですね、ある意味、この中国、韓国、そして憲法改正、そして女系天皇に関するこの問題に関してはですね、立ち位置を明確にしているんですよ。でもね、岸田さんと河野さん、この二人はですね、特に中国、韓国や国防であるとか、あと、なんだっけ、憲法改正に関しては、立場が明確になってなかったんですよ。なんかね、
もう多分いろんな方に支援をもらってるから、いろんな方の立場をおもんぼかってですね、もううにゃ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 ですね、何を言いたいのかようわからんことをですね、この岸田と河野は言ってたんですよ。だからね、もう立ち位置がようわからんかったんですよ。で、これはもう事実なんですよ。これは事実なんですよ。でね、それを理由にしてですね、記者クラブのアホのね、このね、朝日とね、毎日が裏で手を組んでですね、だからですね、この問題に関してはね、岸田さんと河野さんっていうのは、これ、立場が明確になっていないからっていうのとですね、この中国に対するって問題っていうのは、これ国防の問題じゃないですか。だからですね、国防大臣を経験したこのお二人にだけ質問をしたいとか言って、ようわからん理由を言ってですね、で、高橋さんと野田さんのこの時間を削りまくったんですよ。もう削って削って削りまくって、まるでですね、この討論会はですね、岸田さんと河野さんしか参加してないのかしらと、勘違いをしてしまうくらいのですね、偏り方だったんですよ。で、俺はっきり言うぞ、記者クラブ。これね、お前らの言うことにも一理あるよ。なあ、確かにですね、今後新聞記事を書いていく上でですね、立ち位置がはっきりしなかったらですね、国民だって選べないじゃないか、選べないんじゃないかっていうですね、このお前らの言うことは一理あるよ。うん。ただしですね、さあそのですね、この不満の解消の仕方はでも間違ってるんだよ。間違ってる。なぜかっていうとですね、俺いやもう野田さんに関してもですね、今回褒めてあげるよ。これはっきり言うよ。今回の総裁選の時間っていうのは、各この4人が時間を平等に区切られてるんです。ある意味限られた時間の中で自分が思っていることをですね、分かりやすく伝えるっていうことがですね、必須だったんですよ。で、そのですね、この限られた約束されたこの限られた時間の中でですね、見事に自分が伝えなければならないことをですね、分かりやすく見事なプレゼンテーション能力でですね、国民にちゃんと伝え切ったのがですね、この野田さんと何よりもこの高市早苗さんだったんですよ。ね、有能なこの女性2人はですね、最初の前提通りですね、限られた時間でその自分の言いたいことを伝え切ったんだよ。ね。で、このダメなおっさん議員。ね。岸田とですね、河野のこのダメなおっさん議員は、最初の約束通りの、約束された区切られた時間の中で、自分の伝えなければならないことを、分かりやすく伝えることができなかったんだよ。プレゼンテーション能力がないから。ね。これダメなおっさん議員二人っていうことなんですよね。ダメなおっさん議員二人はですね、約束された時間の中でね、上限のある時間の中で自分の伝えなければならないことを伝えきれませんでした。はい。それはプレゼンテーション能力がないからです。そしてこの優秀な二人の女性議員二人なんですね。この女性の、この二人の議員はですね、限られた時間の中でですね、見事に自分が伝えなければならないことを分かりやすく伝え切ったんです。ね。有能なお二人とですね、バカなおっさん議員二人と。でですね、このバカなおっさん議員二人の、ちゃんと伝えきれないからと言っていてですね、この有能な二人のですね、女性の議員のですね、発言する時間を削って、このね、限られた時間でですね、自分の伝えなければならなかったことをですね、伝えきれていない、無能なですね、バカなですね、この男性二人の議員にですね、なんでこの有能な二人の議員のこの時間をですね、このあのね、プレゼンテーション能力のないですね、この二人のおっさん議員に与えなきゃいけないんだよ。何なんだよ、この悪平等は。おかしいだろう。20分、10分ですね、余計にですね、このね、あの、おっさん議員2人にですね、時間を与えたんであればですね、その、この2人のおっさん議員に与えた時間と平等な時間をですね、この2人の女性議員にも与えなければならないでしょ。それすらしなかったんだよ。単純に、ね、有能であるがゆえに、自分の発言の時間を削られてしまうというですね、もう本当に不平等な、悪平等なことが起こったんですよ。もうね、もうやりきれなかったよ、本当に。やりきれなかったよ。もうこの時の高橋さんの表情見ました?もうね、内心怒り心頭だったはずですよ。すべての条件をきれいに守りきった私の発言時間が削られて、ね。で、このね、決まったこの時間の中で自分の伝えきれ、言わなければならないことを伝えきれていない、自分の無能さがゆえにね、自分のプレゼンテーションの力がないがゆえにですね、伝えきれなかったこの二人にですね、なぜこの約束を守った自分の時間を削られなければならないんだっていうですね、その表情を一生懸命高橋さん怒りしんどる隠そうとしてんだよ。でももう隠しきれないかったよね、ちょっとね、後半ね。俺もう本当ね、もうやりきれなかったよ。なんなんだこれはと。ほんとね、マスコミほんと、冗談、いい加減に違う。こういう悪平等をするな。こういう悪平等をするんじゃない。もう今後こんなこと絶対にしないでください。もうね、露骨なんだよ、マスコミはやり方が。あのね、限られた時間でですね、自分の伝えないことを伝えられないようなやつはですね、もう無視すりゃいいんだよ。今回、まあ、小学校のですね、どの層の子に、授業のレベルを合わせるとか、そんな授業じゃねえんだよ。今回、国のトップを決めるようなですね、この討論会でですね、なんでダメ議員二人にですね、この優秀な議員二人が足を引っ張られなきゃダメなんだよ。こんなことやってるからダメなんだよ。国民の中の代表の中で誰が一番優秀なのかっていうのをですね、決めなきゃいけない討論会で、なんでバカ二人にですね、優秀な議員二人がですね、交渉を合わせなきゃいけないんだよ。こんなこといつまでもやってんじゃねえよ、本当に。もう本当ね、もう情けない。もう何なんだ、これはと思ってしまいましたと。はい。これだけは先にですね、もう言っとかないとですね、もう私もちょっと、もう脳みそが爆発しましょうだと思いましたので、ね、ちょっと不満を言わせてもらいました。はい。今日あったのがこんなことなんです。こういうことがあったんです。だからですね、この門田隆翔さん、
もう他の方々もですね、まあ、片瀬隆さんだけじゃないよ。もうね、もう、あらゆる保守の方がですね、怒り心頭でございました。もう今ですね、こうやってね、自分たちがですね、もう応援したい奴らに忖度しまくってるのが今のマスコミでございます。もうマスコミのことなんか何一つ信じられんよね。これ見たらわかるじゃん。ね、田村敦さんというですね、河野太郎さんをですね、支援している方がですね、河野太郎がですね、有利になるように、僕がアンケートを取ればきっと河野さんが1位になるはずと思って取ったですね、このアンケート、はい。昨日時点ではですね、高橋さんがですね、もうダブルスコアをつけちゃうんじゃないのかしらという勢いでですね、票を伸ばしていて、河野派が取ったアンケートで高橋さんが1位をさらうとですね、痛快な出来事が起こってるんですが、今ですね、これ票を伸ばしに伸ばしていてですね、高橋さんもうダブルスコアどころじゃございません。ダブルスコアは特に突破して、下手をするとこれトリプルスコアになる可能性がございます。という形でですね、もう高橋さんの人気は止まりません。で、田村さんですも、偉い。でもですね、これもうね、ここから河野さんの逆転の目はありませんからね。にもかかわらず田村さんですね、このツイート消していません。いや、ここに関してはね、田村さんですね、ロンドンブーツのですね、田村さんですね。これ評価するよ。はい。これがですね、高橋さんどのくらい票を伸ばすのか。しかしこれね、芸能人の力っていうのはすごいな。今、芸能人とかマスコミがですね、寄ってたかって高橋さんを叩いてるわけだけれども、そのうちの一人である田村さんね、まあ、単なる一応お笑い芸人じゃないですか。でもね、お笑い芸人とはですね、やっぱ影響力でかいんですよ。今ね、投票してる数が今28万人超えてるんだよ。で、この間のね、ヤフーのね、アンケート、もう23万人も参加してですね、これはすごい規模のアンケートだって僕言ってたんだけど、そのヤフーのアンケートを超える数なんだよ。28万人だよ、今。しかもまだ残り5日ありますから、これね、30万票とかね、40万票とか行く可能性あるんですよ。やっぱ芸能人の力ってすごいな。マスコミの力ってやっぱえげつないな。これを見て俺それを思ってしまったよ。で、こんなところをですね、もう全面ある意味敵に回して戦ってる高橋さんってやっぱすごい。ここを敵にしてね、戦っているにも関わるですね、ね、このさっきのですね、朝日新聞のですね、調査ではですね、なんと高橋さんですね、岸田さんを抜いてですね、現状第2位の支持率に、今もう上がってまいりました。河野さんがまだ第1位なんだけどね。とはいえですね、まあ、第2位に高橋さん上がってきたわけですよ。やっぱ高橋さんすごい。で、僕たちはですね、もう他の候補者を貶めるというよりはですね、高市早苗が何を言っているのかっていうのをちゃんと伝えてですね、そしてですね、高市さんが喋っている動画っていうのをですね、いっぱいどんどん伝えていきましょう。もう僕らがわーわー言うよりでもですね、高市さんがちゃんと主張しているところを見てもらえばですね、高市判定には増えていくんだよ。もうこのアンケート結果見たらわかるじゃん。高市さんがちゃんと主張している動画を見た方はですね、あ、高市早苗これレベルが違うわと。他の3人の候補者とはレベル、ほんと全然違うんですよ、高市さんのレベル。もうね、政策の詳細さがもう全く違う。もうね、他の3人高橋さんと同じ土俵に上がってきてないもん。だからね、高橋さんが言ってることをですね、ちゃんとお伝えしていけば高橋ファンというのはどんどん増えていきますから、そういうところに皆さん注力しましょうねということでですね、でここでお伝えをしたいのがこれなんですね、西尾幹事さん。この西尾幹事さんがですね、私が高市早苗を支持する理由というですね、文章を載っけました。はい。要するに、この西尾幹事さんという方はですね、高市早苗を支持すると言った言葉なんだけど、これね、多くの保守がですね、これ見た瞬間にですね、えっと思いました。思ったはずです。西尾幹事さんが高市さんを明確に支持したよ。おいっていうふうに思ったはずです。この記事にね、僕ね、気がついたのがですね、有本香里さんがこの記事を共有して、ツイートで共有してくださっていて、これをですね、多分ね、誰だっけ、こたままかな、多分こたままだと思うんだけど、こたままがですね、すごい、西尾幹事さんがですね、高市早苗さんを支持するって言ってるということでですね、一気にツイートをしてですね、この情報が今広まってですね、今14,000、あ、僕知らなかったね、14,000件のいいねになっているという状況なんだけど、この西尾幹事さんってそもそも誰だよと、若い方は多分知らないと思います。僕くらいの年代でですね、ギリギリ知ってるかなと。で、一言で説明できないんだけど、僕がね、この西尾幹事さんという方を知ったのはですね、1990年代かの真ん中ぐらいにですね、確かね、新しい歴史教科書を作る会みたいなのが立ち上がってですね、大騒ぎになったことがあったと思うんですよ。ね、日本のですね、小学生とか中学生が使っている歴史の教科書っていうのはですね、もう近代史に関してはもう内容めちゃくちゃなんですよ。ね、南京大虐殺があったとかですね、あんなもなかったですからね、そんなですね、あんななかったものをですね、あったって書いてるですね、非常に反日的な内容になってたんですよね。これはもう1950年ぐらいのですね、公職追放からですね、もう要するに日本のですね、養殖からですね、日本のことを思う国士がですね、全部どけられて、そこにですね、ゴリゴリの左翼の方々が、のしのしって入ってきたんですよ。で、その名残が今でも残っているのが日教組であったりとかですね、今のマスコミだったりするんですよね。で、日教組がマスコミってですね、もうゴリゴリの左翼じゃないですか。で、なんで左翼かというと、その公職追放の時にですね、国士であるですね、国を思う国士の方々がどんどんどけられていってですね、左翼の方々がどんどん入ってきていると。で、その血がですね、脈々と受け継がれているのが日教組だったり、マスコミだったりするという形なんだよね。で、そいつらがですね、作っているのが歴史の教科書なんですよ。だから今ね、小学生たちが作っている歴史の、勉強している歴史の教科書
教科書というのはですね、もう歴史の真実をですね、表していないということでですね、この西尾幹事さんなんかを中心としてですね、国士たちが立ち上がってですね、そしてこの新しい歴史教科書を作ろうという運動が盛り上がっていたわけです。ただですね、この運動ですね、だんだんですね、いろんな方が入ってきてですね、なんか本当の国士と思えないような方々もどんどん入ってきているということで、もうダメだということで西尾幹事は途中で抜けたりとかしてるんだけれども、この方を一言で言うんだったらですね、まあ、保守のドン、ゴリゴリの保守の土中心、保守という言葉も似つかわしくないのかな、日本のことをですね、本当に思っていて、で、日本の歴史をですね、誰よりも詳細に調べていて、そして誰に忖度することもなくね、保守であろうと、左翼であろうと、間違ったことを言ってる奴は絶対に認めないと、うん。そういうですね、もうゴリゴリの頑固なおじいちゃんなんですよ。で、もう保守の中で、例えばですね、これ本当にすごい人でですね、例えば僕らのアイドル、有本香里さん、有本香里さんですらですね、この西尾幹事さんの前ではですね、あ、先生、ご無沙汰しておりますみたいな形になって、多分そうだよね。なってしまうくらいのですね、とんでもない人なんですよ。本当に。すごいんだから、この方。とんでもねえんだから。なんだろうな、ちょっとね、保守とはいえですね、僕なんかはですね、やっぱり保守の方が言ってることは正しいからですね、よし、ネトゲになろうというか、そんな感じ、軽い感じでですね、保守言ってるわけですけど、そんな人間絶対認めませんからね、西尾さんはね。うん。やっぱね、がっちりと勉強してですね、勉強した上でですね、固い、ね、見事な思想心情を持ってる人間しか認めないんですよ、本当に。なんならですね、僕たちのですね、神様、安倍晋三のこともすらですね、安倍くんもまだ甘いぐらいの感じでですね、まだやっぱ怪奇的に安倍さんのことを見てるんですよ。はい。世界が認めるですね、おそらくアジア最高峰のですね、政治家の一人である、安倍さんを持っている人もですね、籠絡できないのが西尾幹事という男なんです。もうゴリゴリなんですよ、本当に。すごいんだから。めちゃくちゃ頭いいしね。で、他にもですね、よく韓国なんかが言ってたりとか、左翼の奴らが言ってんだけど、ドイツはちゃんと謝ってるのに、日本はなんで謝れないんだとか、福島みずほみたいなアホがよく言ってるでしょ。で、これに関してもですね、見事に叩き潰してくれてるんですよ。日本とですね、ナチスドイツを一緒にするんじゃないと。ふざけるなと。ナチスドイツっていうのはもうとんでもない奴らだったんだからと。もう何百万人のですね、ユダヤ人をガス室に閉じ込めて、そしてガスで皆殺しにするとかですね、そんな残虐で非道なことを日本はやったのかと。やってないだろうと。そもそも日本とドイツは全然違うだろうみたいなことを言ってですね、左翼のですね、論者たちをですね、もう撃破するという、もう粉々に打ち砕くということをですね、もう30年くらい前これやってくれたんだよね、確かね。30年前とか20年前ってですね、ちょっと待ってね。ごめんね、はい。30年前とか20年前というのはですね、ゴリゴリの左翼の時代でございました。もうね、南京大虐殺なんかなかったとか言おうもんならですね、もう袋叩きにされるような、そういう時代だったんですよ。そういう時代にですね、西尾さんがですね、そういうことを言ったわけですよ。ね、ナチスドイツと日本人を一緒にするじゃねえ、この野郎つってですね、でも完璧な論陣を張ってですね、並みいるですね、左翼系の論者たちはですね、もう粉々に破壊していくというですね、もう痛快極めない。あのあたりからですよ、本当に。日本の正しい歴史っていうのに目を向けようというような動きが出てきたのはですね、あの頃なんですよ。この大きな流れを作ったですね、重鎮の一人っていうのがこの西尾幹事なんですよ。うん、いや本当そんなすごい人なんですよ。例えば僕なんかはですね、台湾のことをですね、台湾万歳、台湾万歳と、台湾を守らなければ日本に未来はないくらいのことを言ってるわけで、軽くこんなこと言っちゃってるわけじゃないですか。で、本気で思ってるから言ってるんだけれども、この台湾に関してもですね、西尾さんはこんなこと言ってるんですよね。台湾人といえどもですね、これね、根っこの部分は中国人であると、うん、中国人と似たような根っこを持っていると、すべてもろ手を挙げて台湾を応援することにはですね、よしとせんぞということで言ってるわけですよね。注意をしな、もうでもおっしゃる通りなのよ。本当ね、おっしゃる通りなんですよ。うん、だって台湾はですね、僕は応援したいけれども、台湾は日本じゃありません。台湾と日本は別の国でございます。日本のことを最優先に考えて当然動かなければならないというですね、当たり前のことをね、西尾さんはずっと注意喚起してくれてるんですよ。ね、わかります？本当に日本のことを未来を思ってですね、もう一生懸命発言をしてくださってる方っていうのはこの西尾幹事さんでございます。そしてその西尾幹事さん、ね、安倍さんですら籠絡できない西尾幹事さんでございますよ。うん、その西尾幹事さんが、もろ手を挙げて高市早苗を支持するという文章を出したんです。わかります？これでですね、西尾幹事さんのことを知ってる方がですね、と、どやーっていう形で、もう驚きも驚き参照の気でございますわという状況になったと。で、この文章をですね、今日読んでいきたいなと思ってるんだけど、この文章さすが西尾幹事さん、もう完璧完璧で、僕なんかは完璧っていうことをこう言うことすら、おこがましいんだけれども、ね、もう本当ね、天才がですね、高市さんを見たときに、高市さんのことをですね、どういうふうに分析をしているのかっていうのをですね、これで分かっていただきたい。見事でございますから、ちょっとコーヒー飲ませて。ちょっとね、今日はね、ジメジメしてるからね、エアコンをですね、今ドライにしてるとですね、なんかもう私喋ってたらもう喉がカラカラになってて、しょうがないよという現象が起こってて、ごめんなさい、どうでもいいね。というわけで、この、ね、西尾幹事さんの文章をぜひ皆さん聞いてください。ね、このね、
もう日本の今もう今はもうあれでもう80歳超えてらっしゃるよね、確かね。もう日本の保守のドンと言っても構わんでしょう。で、保守っていうこともあんま好きじゃないんだよね。もう日本の国士のドン、国士の王と言っても構わん、もう過言ではないような西尾幹事さんが一体高市早苗さんをどういうふうに見ているのか。うん。この文章が鋭かったんだ。鋭いというか、もう僕がもう、僕なんかが鋭いとか褒めること自体おこがましい方なんだけど、まあ読んでこ行きますね、行きますね。はい。自民党総裁選に出馬をする高市早苗氏は次のように語っていた。日本をですね、安全で力強い国にしたいという思いです。経済が相当弱ってきているのに5年先10年先に必ず起こる事態に向けた取り組みが何一つ手つかずあることにですね、相当な危機感を持っています。一刻の猶予もないと思ってあり、ものすごい焦りがありますと。今着手をしないと間に合いません。だから何が何でも立候補したいと思いましたと。はい。国難の中日本を守れる人にと。はい。これがですね、なんかね、西尾さんのですね、私の無線に真に突き刺さった言葉で共感の火花を散らしたと。もう完全にですね、これね、高市さんがなんと西尾さんの心をわしづかむとですね、これ前代も政治家でこんなことをやった人は今までいないんじゃないのかしら。もう前代未聞の出来事が起こったわけでございますよ。21世紀の初頭には技術産業国家のですね、1位2位を争う国であったのに、平成年間にずり落ち各国に追い抜かれたロボット王国のはずだったのに、今や AI 人工知能のですね、ロボット分野で中国の後塵を拝しているという、そういう情けない状態になっていると。で、世界的な半導体不足は日本のこの方面の復活のチャンスと聞いていたが、かつて円高誘導というアメリカの暴略でですね、台湾と韓国にその主力は移ってしまったと。実力はあっても今ではもう日本に戻りそうもないと。今年毎年のようにですね、列島を襲うですね、風水害の被害の大きさをですね、国土強靭化政策も唱えた安倍晋三内閣の公約違反であり、毎年同じ被害を繰り返す様はですね、もう天才ではなくてですね、すでに人災の趣きがあると、台湾情勢は戦争の近さを予感させると、尖閣諸島周辺のきな臭さをですね、国民の目にですね、隠したままではもう済まされない限界が来ている、少子化問題は、民族国家日本の消滅を予示しているが、自民党のですね、対策は常におざなりで、本腰が入っていないと。もう全ての対応においてですね、全てが後手後手に回っていてですね、もうやばい状態ですよということをね、俺ね、西尾さんもですね、おっしゃっておられるわけですよ。そもそも国会ではですね、民族の生死をかけた議論は何一つされないし、論争一つ起こらないと。あまりの能天気ぶりに自民党支持層の中から今度の選挙ではお灸を据えようという声さえ上がった。横浜市長選挙のですね、自民党惨敗はですね、間違いなくそのお灸だったと。それでもですね、総裁選挙となると飛び交う言葉はカエルの面に水だった。ただ一つ例外は高市氏の出現であると。はい。ね、この高市のですね、新刊、美しく強く成長する国へを見るがいいと。用意周到な政策論者であると。いや、ほんとそうなんですよ。もう、上っ面のですね、私、保守ですっていうのね、名乗ってるですね、上っ面の政治家じゃないんだよ。もうね、もう何年も何年もかけて、もう、こと細かく勉強してですね、用意周到に準備をしてきたですね、政策論者なんですよね。私が冒頭に挙げた、日本人の今の怒りと焦りが滲み出ていると。同省はですね、アマゾンの総合1位に駆け上ったと。いや、ほんとそうなの。これね、アマゾンで一番売れてる本が、ね、今、高市さんの本ですからね。目立たぬ努力に政治家の本領。ここからがね、感動的な文章なんだよ。高市氏は十分に勉強した上で日本を守る未来を開くを自らのキャッチフレーズにした。日本を守るはですね、抽象論ではなくね、岸田君とかですね、河野君がよく言っている抽象論ではなくですね、領土領海領空を守ることだと何度も言った。戦争各地域のですね、戦争の世界各地域のですね、戦争の仕方が変わってきたことをですね、説明して、今の日本の法的手続きをですね、早急に超党派で議論して用意しておかないと全てが間に合わなくなると言っている。従来のような憲法改正一本やりの観念論ではないと。私は高市氏と2回雑誌対談を行っている。私の勉強会、炉の会で、字の会、炉の会でですね、講話していただいたこともある。最初はですね、10年以上前だが、その頃すでに北海道の土地が外国人の手に渡っていることを憂慮し、これを阻止する議員立法にですね、工夫を凝らしているという話をされた。一昨年行われた2度目の対談では、安全保障土地法案がですね、準備中であることを教えられた。国土がですね、犯されることへの危機感に、この高市がですね、一貫して情熱を燃やし続けておられる事実に私は感動したと。はい。人の気づかない目立った努力にですね、政治家の本領を現れる。戦時徴用をめぐってですね、昭和34年時点の、在日朝鮮人60万人よと言われていたが、徴用令によって日本に来たのはわずか245人に過ぎなかったことをですね、外務省の資料から証明して政府答弁書に残したのはこれはもう高市さんであったと。大半がですね、強制的に日本に
連れてこられたなどというですね、誤解を正してですね、影響のすこぶる大きい確認作業をしてくれたんだと。わかります？このね、これ、この議論僕なんとなく覚えてますわ。なんかね、この頃でよく言われていたのがですね、戦争、日本が起こしたですね、この勝手な戦争でですね、60万人のですね、朝鮮人がですね、兵士として連れてこられてですね、そして戦争でたくさん亡くなったんだとかですね、いや、最後の奴らはよく言ってるんですよ。でもね、これね、この資料をね、過去の資料をよく高橋さんが見ていくとですね、これ、徴用令によって日本に来たのはたった245人じゃないかと、60万人よとか嘘つくんじゃないということをですね、きっちり示してくれたのは、これは高橋さんなんです。これは膨大な確認作業の末ですね、浮かび上がってきた、とっても素晴らしい証拠だったんですよね。こういうことができるのが高橋さんなんです。ね。ね。これは岸田君とかですね、河野さんでも絶対できませんからね。はい。日本の政治の変更を危惧すると、総裁選に出馬表明をした岸田文雄氏は9日、安定的な皇位継承策として、女系天皇を認めるかを問われ、反対だ。今はそういうことを言うべきではないと述べたと。対抗馬とされるですね、河野太郎氏が、過去に女系天皇の検討を主張しており、違いを鮮明にした後ですね、一方ですね、10日にですね、出馬をした河野氏はですね、政府有識者会議のですね、女系天皇をためらいに配慮し、軌道修正をしたと、前言をですね、堂々と翻して恥じない河野氏にも呆れるが、違いを鮮明にしたつもりの岸田氏にもですね、風向きしないで態度を変えるとですね、宣言をしているようなものでですね、両者不節操を暴露し、外交防衛経済のどの政策も信用ならないことをですね、自らの態度で裏書きをしてしまいましたと。要するにもう西尾幹事長はですね、鋭くですね、この岸田もですね、河野もですね、これ信用ならんと、風向きによってはですね、こいつら言ってることを変えちまうぞということをですね、俺完全に見抜いたわけでございますね。なぜならですね、万世一見の天皇というですね、国の大原則にですね、ふらふらぐらぐらしているのが一番いけないんだと、もう信用ならんということをおっしゃっておられます。はい。議会制民主主義、の統治下のですね、世界全体のあらゆる政党政治の中においてみるとですね、日本の自由民主党、要するに自民党ですね、日本の自民党はですね、決して保守ではない、ほとんど左翼政党にしか移らんと。これ世界基準で考えたらですね、あの自民党ですらですね、どう見ても左翼だろうと。右翼が映らないと。で、日本のメディアはですね、左翼一色なんだと。で、高市さんがですね、一般のメディアの中でですね、自分が右翼として扱われることにですね、怒っていたが、これ怒るには及びませんよと。もしですね、中道保守の高市氏をですね、右翼というのであればですね、世界地図に置くとですね、公明党も立憲民主党も政党以前の単なる、極左集団と言われてもですね、不思議ではないんだよということをですね、我々にですね、教えてください。ございました。西尾さんというお話でございました。というわけでですね、これですね、安倍さんですらですね、心をつかみきれないですね、この西尾幹事、この保守のドン、保守の王様、保守の神様、日本の国士の王と言ってもですね、過言ではない、この西尾幹事、この西尾幹事のですね、心をですね、我らが高市さない、わしづかみと、はい、来ましたね、これね、国士の王が高市さないをですね、支持すると、はっきり言っておられます。これはですね、もうこれ、西尾さんのことを知っている方だったらみんながですね、腰を抜かしたと思います。もうビビっちゃったと思います。ということでですね、はいね、これマスコミがですね、もちろん僕の想像をも超えるですね、とんでもねえげつない形でですね、妨害をしてきています。これはですね、明日以降も絶対続きます。でもね、これ一個一個僕らが見抜いていてですね、マスコミやめなさいということを言い続けましょう。もう残念ながらですね、こいつらにですね、このね、変更報道をしまくっているですね、妨害行動をしまくっているこのマスコミにですね、罰を与えることは僕らはできないんです。残念だね。これ何らかの方法ないのかね。これね、スポンサーに電話する、もうそんなぐらいしかないでしょ。でもそんなことをしてもね、付け焼き場なんだよね。だからですね、僕たちはですね、この高橋さんが出てる番組をですね、頑張ってですね、時間の許す限り見てですね、そしておかしなところがあったらこういうことはするんじゃないと、公平に論じなさいということを言いましょう。公平でありさえすればいいんです。この4人の候補者の中で高橋さんというのはもうどう考えても体一つず抜けて優秀です。西尾幹事が認める方ですからね。西尾幹事が、認める政治家なんてまあほとんどおりませんからね。西尾幹事が認める政治家が高市早苗なんです。だから僕たちはですね、高市早苗をもっと乗っけろとかですね、言うんではなくて、ただ公平でありさえすればいい。ただ公平でありさえすればいい。公平に高市さんにね、表現をする時間さえいただければですね、もう国民の多くがですね、高市早苗がズバ抜けすぎていると。これレベルが違いすぎる。他の3人は高市早苗と同じ土俵にすら立っていないということに気づくはずです。はい。というわけでですね、
ね、今日からもで、ね、ももう日付変わって今日ですな、今日からも続くですね、この高市早苗さんのですね、高市いじめ、高市攻撃、高市さんのこの選挙妨害をですね、マスコミ絶対やってきますけれども、一個一個ですね、僕たちが見つけてですね、ちゃんとネットの中でですね、これは間違いですよと指摘をしていきましょうね。そしてですね、高市さんを必ず、ね、第100代、総理大臣にいたしましょうねということでですね、僕の、ね、クマさんのですね、動画を終わりたいと思います。いや、もう、心強いわ、心強いわ。もう西尾さんの言葉ですね、もうなんとうまく説明できなかったらごめんなさいね。もうね、すごい人すぎてですね、僕なんかがどう説明しちゃったですね、ちゃんと伝わらんのだよ。皆さんよかったらね、本当に調べてみて、調べてみて、もうとんでもねえ人だから、とんでもねえ人だから、こんな人の支持をもらってる政治家がですね、ね、総理にならないなんていうのはですね、もうおかしすぎますからね。というわけで今日もその動画を終わりたいと思います。バイバイ。